こんにちは。こんにちは。椿ラボです。あんちゃん。はい。はい、岐阜県愛終わりましたね。やっと完成しました。はい、前編1月に撮って、はい、後編5月。5月。4ヶ月間、はい、何があったのかをここで話しましょうか。はい、そうですね。端的に言うと。端的に言うと、NC が壊れた。衝撃的な事実ですね。衝撃ですね。前編を撮って、翌日の朝、そうですね、後編を撮ろうとしたら、うん、動かない。まさかの、まさかの、焦ったね。焦りましたね。メンタルがちょっとメンタルも壊れちゃった。いや、まあ動かなかったんですけど、まあ今日は何がダメだったのかっていうのを、うん、説明を、はいはい、まあ、こういう情報もやっぱりあった方がいいかなと思って、うん、YouTube で公開したいと思います。はい、ではまずその壊れてた時の様子を、はい、まず見ていただきましょう。はい、やばい感じが。やばい感じ。なんか機械の前でやばいとか言ってると本当にやばそうな。ちょっとやばめな感じがしまして、 X は動くんですけど、うん、Y が反応しないっていうのと、あとこの Z 軸の上下もしないっていう。どういうこと？はい。本当だ。Y 軸と Z 軸が動いてない。はい、どうする？どうしたらいいですか？え？ここになんかその機械的なやつが。おお。見たところで何にもわからない。この本体の引き出しを開いたところにこういう引き類が設置されて、まあ、この引き出しの中で一通り綺麗に収まってるんですけど、この間壊れたっていう時から、メーカーのエンジニアと代理店を通して、原因を探ってるところでございます。はい、で、まあ一つ一つ原因を探している途中なんですけど、機械の大体どういうふうに動いているのかっていうのが分かってきたので、一通り説明すると、はい、リモコンがあって、でここの入力がここに来て、それがこう入って、この CNC のモーションコントローラーに入ります。でここから X、Y、Z という3つのケーブルが出てきて、はい、でそれがここに X、Y、Z というふうに入ってきます。でこれがサーボドライバーと言っているものなんですけど、ここに信号が入力されて、はい、でさらにこっちからそれぞれのモーターに出力されているという感じです。なるほど。でもう一つここにインバーターがあるんですけど、はい、これがスピンドルを動かす。うーん、まあ、ケーブル類は全部生きている
はい、壊れてないということが確認できたので、まあ、ここのここからの入力信号が出ていないのか、うんうん、ここに入力信号は来たけれどもこのサーボドライバーが出力できてないのかというようなところを検証してます、はいはい、ちょっとこの状態でスイッチ入れてみましょうか、はいはい、スイッチを出ます。この状態で X 軸を動かすと動きます。でその時にはい、あ、変わりますね。はい、セット、はい、結果的に、はい、何がダメだったかっていうと、はい、この CNC モーションコントロール、はいはい、こいつがダメでした。で他のパーツは、はい、まあ、正常に動いていて、まあ、ケーブル類も全部チェックをしたんですけど、最終的にやっぱりこれが怪しいということで、これを取り替えたら動きました。でこのやり取り、はいはいはい、めちゃめちゃ大変あの、まあ、間に販売代理店が、はい、あの入っていただいて、まあ、そこと台湾のメーカーがやり取りをして、うん、まあ、それをこっちに伝えてくれて、で今度はここをチェックしてくださいって言われたやつをこっちでチェックして、まあ、動画とか写真を撮りながら、で販売代理店を経由してまたメーカーの人に行って、でそのやり取りをずっとやってました、ね、やってました、はい、で、まあ、日もさっちもあの行かないなっていう、まあ、大体途中でこいつ怪しいんじゃないかっていうのをちょいちょい伝えてたんですけど、はいはいはい、なかなか向こうが飲んでくれなくてでも、まあ、最終的にこれと、はい、あとケーブル類全部あの新品のものを台湾から送られてきて、でまずこれを変えてみたらすんなり動いたと。まあ、なぜこれが壊れたかっていうのはもう今となっては分かんないんで、まあ、そのメーカー側とのやり取りで1ヶ月半ほど、はい、でそこから、まあ、うちも忙しくてなかなか、ね、部品交換とかっていうのができなかったんで、まあ、1ヶ月ちょいちょっと放置気味にしてて、はい、というのがあって今回のタイミングで NC が使えて GIFI が終わったっていう、はいはい、まあ、そういうことでした、まあ、こういう壊れたよっていうのも情報としては大事だよね。そうですね。こんなところでいいかな。はい、大丈夫です、はい、お疲れ。お疲れ。